Gak ada penjaganya. Oke, langsung start. Touch a single Mora and we're done for. If it were that easy, this place would have been empty long ago. 1. 罠だったのか？危なかった。助かったぜ。もらえなくても至近距離で眺めるのは大丈夫だよな。できれば中で眠りたいな。モラのお布団、いい夢が見れそうだ。We better check on the Exuvia first. Something feel amiss here. Check. そうだ、大事な用があるんだった。にしても、静かすぎないか？先祖の亡骸は大事なものだろう。警備とかいないのか？あれ？見ろ！なんだあれ？ The Millelith. They have been knocked unconscious. Gak sadar. うぅ、嫌な予感がする。早く先祖の亡骸の状況を確認しよう。Wih, wih, gua jalan di duit. Gua nggak bisa balik. Oh ini. Ah, suaranya kerincing-kerincing, jadi pingin gua. Tadi ke arah mana tadi? Oke ini.案内人としての使命を果たしたのに、なぜ自ら家中に飛び込むんだい？誰だ？君たちがファデュイなら、女皇から報酬をもらえるかもしれないが。残念ながら今の君たちは、ただの邪魔者だよ。How did you find out it was here? Look like I was just in time then. 君たちのおかげで俺は苦労せずここを見つけられたけど、今更俺を止めようと？無駄だよ。モラの製造を止めてまで先祖の亡骸を隠すだなんて、七星も本気だな。まさかお前も神の心を狙ってるのか？ファリュイの第11位の執行官として、俺は氷の女皇の意志に従う。女皇が欲するものは必ず手に入れる。Not if I have anything to say about it. I will not allow you to get near the Exuvia. 誰かの許しはいらない。本気なら俺を止めてみろ。取引や駆け引きの時間は終わった。小細工を使うのは好きじゃないが、女皇のために俺は我慢したよ。ここからはもっと単純で楽しいことをしよう。戦いだ。戦い？まさか喧嘩が好きなのか？そうだね。宿女はモンドの大聖堂で神を襲い、そして足早に姿を消した。
君と戦うよりも氷雪で君の行動を封じたのは、戦いの音で騎士たちが集まるのを忌避したからだ。強者に対して彼女は利益や勝ち負け、その後の影響を優先する。だが俺が執行官になった最大の楽しみは強者と戦える点にある。モンドの時みたいに思い通りにはさせないぞ。ああ、やってみるといいさ、旅人。俺は君を殺さない。俺は戦闘の快楽を味わいたいだけなんだ。付き合ってくれ。君は俺に勝てない。だから、勝ち負けではなく、俺と同じ戦いを楽しめばいい。そういえば理解できるかな。I could never defeat you. You are completely delusional. よし、君もその気なら俺を楽しませてくれよ。せっかくのチャンスだ。実力を見せてくれ。バリューの執行官と戦えるなんてめったにないぞ。せいぜい失望させないでくれよ。あっ、シュッ。らしくないね。チャンスだ。トロース、アチャートロース。あっと。悪くないね。あと、さあ、水の矢。お、いかんパウス。あと、岩の重さだ。姿を見せよ、オーズ。またか。どこに行く。逃げ足が速いようだね。実にいい力だ。任せてください。姿を見せよ。少しは成長したようだ。あ、カップル。またか。やこれで間に合います。キアリ。あ、間に合いますね。水の矢。うう。うせ。断罪のな、みんなを守る。ち、ち。ち、ち。俺相手によくここまで持つな。これほどの実力、どうせ淑女は君を警戒するわ。俺も本気を出させてもらうよ。俺の本気は君にとって少し乱暴かもしれないけど、執行官の力を前に君がどこまでやれるか見せてくれ。だけじゃダメだよ。無駄だ。よし、あっ、やるじゃないか。これはどうだい。断罪。風格に気をつけます。綺麗にしませんと。やるじゃないか。オーデラブッサの俺の番だ。やっ、釣りつぶすよ。断罪の名に。おう、本当だ。簡単かな。会議だけじゃダメだよ。岩の重さは安心できます。狂乱のごとく疾風怒涛。
どこを見てる？アンチュ。無駄だ。セイ。会議だけじゃダメだよ。ああ、その剣筋確かに面白い。だが、ここまでだ。お、ラッセンガン。君、案外やるね。劣勢を利用してセンスが力に近づいた。新兵みたいに慌てるな。こんなの戦場のベテランにとって朝飯前だ。ではモラクスの神の心は俺が。ハハなるほど、予想外だ。まさか先客が君の方とはね。Oke, ngelawan Kamen Rider. Aduh, kena. Anjir. Terus, lawan terus. Pokoknya hindarin aja ini. Hindarin serangan-serangannya. くだけちれ。Kabur. Set, lihat darahnya ngurang berapa itu? Dikit-dikit banget. Bonus.
おい。熱々でしょ。メイドの音。アイス。見つけな。ああ、パスも打てそうか。はい、死ねろ。姿を熱々でしょ。あ、かなりストレッチやんじゃ。いや、岩の重さが安心できます。クラケチル。ブン。オッケー、クラル。あ、元通りになった。そろそろ落ち着かないと。さっきの魔王武装は体への負担が大きい。そのせいで考える余裕もなかった。よくよく考えれば、君たちが先に神の心を奪う可能性は確かにない。神の心の剣は君たちと無関係なんだろう。そうだ、だから違うって言っただろう。旅人、今日君が見せた実力はモンドで宿女が君に下した評価よりもずっと強い。どうしてかな。Because I collecting the power of the seven element. Because I'm gradually restoring my former power. Seven element. その様子じゃ心当たりはあるんだね。はあ、俺には言えないか。どうやらこの好奇心は抑えておくしかないようだ。君との戦いはとても良かったよ。俺にとって強さを追求する者はみんな理解し合う友だ。まあ友情の形はやり合うことになるけど。変わった価値観だな。さて、今はそんな世間話は一旦置いて任務に戻らないと。神の心がここにないのなら、最初から先祖の巻殻の中には存在しないのか。というより先祖の亡骸自体、目をくらます手段かもしれない。あ、それって Rex Lapis still alive. The corpse was fake. おそらくね。それが本当なら面白い。さすが商業の都の守護神、契約以外の小細工にも詳しいんだな。となると予備プランを使うしかない。予備プラン？弱者に影響を及ぼすから本来だったら使いたくないんだけど、所詮この世界は強さを追求する者のためにあるからね。弱者を気にしている余裕なんてない。それにファーティスは手段を選ばない。子供だって嫌いなものを食べなきゃいけない時があるだろ。それで一体何をするつもりだ。幸運閣の下で眠る魔人を呼び覚ます。魔人？魔人？不可能かつよ魔人。渦の魔人オセル。魔人戦争で岩の魔人モラクスに敗れ、海中に封印されてる。そんな魔人が神のいないリウエコを襲ったら、俺たちを散々もてあそんだ岩王帝君様もこれ以上見て見ぬふりはできないだろうね。でも魔人戦争は2000年前に終わったんだぞ。七神しかいない今、昔の魔人をどう呼び覚ます。手段があるに決まってるだろ。思い出したぞ。
I saw your research with my own eyes. You have been trying to duplicate them. その通り。君たちに渡したのはこの研究の副産物だよ。これほどの力を持つ金鬼滅却の札に女皇がくれた執行官の力、岩の槍による封印を一時的に解除するのもできなくはないだろうね。俺にとって上古魔人の力を使うこと自体面白くないし、俺の心情にも欠けるけど、あの眼神だけでなく君たちまで動かないといけなくなるって考えると、それなりに面白い。 Yep, that is my Genshin Impact gameplay. Thanks for enjoying my video and see you next time. Bye!